安倍という男、どう、なんですか？日本国民をどれだけしゃぶり尽くしたんでしょう。カルトと一緒になって日本国民の金を巻き上げて家庭をめちゃくちゃにした。エコビーキ、私物化を繰り返し。官僚は忖度だけ破壊された。ネトウヨの会見、こんなもの外交にならないです。国葬より国訴、国訴とはよく言ったものです。安倍の徹底非難した論客、それは村上誠一郎さんです。日本の危機、その警鐘を鳴らした論客、村上誠一郎さんです。本日は、党紀委員会で、事実関係が認定され、処分が決定されました。ので、これを重く受け止めます。発言を撤回し、深くお詫び申し上げます。これが自民党の党紀委員会。こんなことでいいんですか？救国少年隊です。こんなことでいいんですか？はい、よくありません。いいえ、よくありません。よくありません。